エリーザベト・フォン・トゥルン・ウント・タクシスは、ドイツの旧諸校、トゥルン・ウント・タクシス家の高女で、ポルトガル王位請求者、ミゲル2世の最初の妻。トゥルン・ウント・タクシス皇生子マクシミリアン・アントンと、その妻で、バイエルン公、マックス・ヨーゼフの娘であるヘレーネの間の第二子、次女として生まれた。母方のおばは、オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ1世の皇后エリーザベトである。 エリーザベトは1877年10月17日に、レーゲンスブルクにおいて、ポルトガルの早王ミゲル一世の長男のブラガンサコミゲルと結婚した。ポルトガル内戦に敗れたミゲリスタのポルトガル王家は、オーストリア皇帝家の庇護を受けていて、ミゲルもオーストリアハンガリー帝国軍の士官だった。エリーザベトの義理の叔父の皇帝フランツヨーゼフ一世の弟、 カール・ルート・ビヒ大公が、ミゲルの妹、マリア・テレジアと結婚しており、エリーザベトとミゲルの結婚も、オーストリア皇帝家とミゲル系ポルトガル王家を結びつけるためのものだった。エリーザベトは1878年に第一子を出産後に体調を悪くし、1881年の第三子の出産時に20歳の若さで、エーデンブルクにおいて死去した。 母親のヘレーネは、娘の創生に気落ちし、一切の公的生活から引退した。夫のミゲルは1893年になって、デイイコールベルトハイムイコールローゼンベルク家の高女、マリア・テレジアと再婚した。夫と5歳の間に生まれた2人の娘が、エリーザベトの弟、アルベルトの2人の息子、フランツ・ヨーゼフ及びカール・アウグストと結婚し、 ブラガン酒とトゥルムン,ンとタクシスケの結びつきを保った。ありがとうございます。